よろしいでしょうか。ちょっとじゃありーちゃんに習ってくるくる回ってみよう。このお三方が揃うと一体どんな状況になっていくのか、ね、皆さん引き続きいいヘッドホン、いいイヤホンをね装備した上で、間もなく始まるカオスを全力で体験していきましょう。さあ我々の声がねもう届いているのかどうか謎ですけれども、ね、ちょっとこれセリフね言ってもらった方、今自分が考えたセリフ言ってもらっただけじゃなくて、このキャベツクッションもね当たりますので、しっかりこれ楽しみにしておいてください。本物は色は透けておりません。しっかり透けてるかどうかはご自身当たりましたらですね、しっかりその上でご確認のほどよろしくお願いいたします。さあお三方がどのような配置になってるかも楽しみにしつつ、皆さんスタンバイよろしいですか。このキャベツ透けて、あ、透け透けでございます。透け透けです。はい、ですが届いたらちゃんとね色ついてます。さてでは一度我々の声が届いているか聞いてみましょう。福島さん、高橋さん、萱野さん、声聞こえますか？はい聞こえます。なんかちょっと面白いことになってますけども、なんかスカートも透けてる気がする。あー HH だ。 HH とか言うんじゃないよバカ野郎。すみません。大丈夫かな？だいぶセンシティブな感じになってますけども、皆さんスタンバイ整ってましたら、では最後のセリフ皆さんにしっかりとダミーヘッドマイクを通して伝えていってください。よろしくお願いいたします。さあめぐみ、めぐみやってくれ。今回も全責任は俺が取る。うつ攻めに忍び寄る反逆の摩天楼、我が前に訪れた静寂なる信頼、時は来た。エクスプロージョン。ありがとうございます。ありがとうございます。あービリッおーありがとうございます。お届けしました。どうだった。皆様一度スタジオに戻ってきていただいて、視聴者の皆様が送ってくださってるコメント見てみてください。もう今画面を通して皆さんがスタンディングオベーションしてる様子が見て取れます。どうぞこちらスタジオにお戻りください。福島さん帰ってきて。いやーこれはすごい。いいものをね聞かせていただきました。いやこれ技術の進歩とは素晴らしいものですね。ダミーヘッドマイクわざわざご用意いただいて、制作中の本当ありがとうございます。よいしょよいしょ。あーコメントがいっぱいある。すごいです。もうずっとずっとこの皆様からの拍手喝采スタンディングオベーション、ありがとうございます。ありがとう。結構遠いんだよね。距離はありますね。僕らの耳が爆裂って書いてあるよ。いやなんかね向こうでやってると私たちしかいないから全然わかんないよ。やってない全然わかんないんだよね。プロの力を見せていただきました。すごい終わって戻ってきた高橋さんがやりきった顔してるんですけど、やってみてどうでした？そうですね、打ててよかったです。カルさんはどうでしたか、やってみて。いやなんかみんなが楽しんでくれてた感じが伝わったのでよかったって思いました。めちゃくちゃ楽しませていただきました。そして福島さんね、新しい試みですよね。アニメもこうやればいいのに。新しいですね。それはちょっと新しすぎるか。ダミヘアニメでもね、本編では聞けないようなねシチュエーションというかセリフ回しがやれて聞いてもらえて嬉しかったですね。いや素晴らしいね、音声聞かせていただきました。本当ありがとうございます。ちょっとパッとコメント見たら「ハッシュタグ伊藤もやってくれ」ってみたいな。伊藤もやってくれいずれ伊藤さんもやっていただきたいですけど、今日はボリュームがねマックスマックスになってますので、この後もいろんな情報が飛び出します。改めまして素晴らしいね声を聞かせてくださいました皆様、そしてたくさんセリフを送ってくださった皆さん本当にありがとうございました。10名様にはキャベツクッション届きますので、運営さんからもねおめでとう、そしておめでとう。以上このファンセリフリクエストのコーナーでした。みつるぎはよくカズマに突っかかっていますが、何か理由でもあるのでしょうか。私のことを頭がおかしいというのはやめてもらおうか。カズマの剣にチュンチュン丸と名付けたのはこの私です。